それゆけメッセンジャー。どうもこんにちは、メッセンジャーの相原です。こんにちは、六社奈々です。8月5日の土曜日なんですけども、はいはい、今日は晴天でございます。もうずっと晴れてますな。もうそろそろほんまにね、先週も言いましたけども、もう海に行くには最適な。いや、もう全然いいでしょう。今日から僕は伊勢志摩に行ってきます。あ、そうですか。ロケで。いいとこじゃないですか。明日イルカと泳ぎます。イルカと伊勢志摩もすごいよ、暑いのはね。一応番組なんですけどもね、楽しんでこようかなと思ってます。黒田さんと泳げるんですか。泳げるよ、普通に。平泳ぎならね。クロールはできへんけど、あんまりなんかこう泳ぐとか体を動かすこと。あ、そうですか。だって異名が東大阪のイボガエルって言われる。誰がイボガエルだ。全然泳げない。誰がイボガエルだ、これ、お前は。大丈夫です。泳ぎは得意です。大丈夫です。いいですね。変わった、映るでいい。いや、もう思いがいな。もう言うたけどね。いや、でもあれですよね、昔と比べて、本当に子供さんがね、少なくなったなんか言われてますけども、みんな海外行くんやろね。いや、そう、子供やっぱ行くんかな。いや行かれてる方も安くなったみたいで、海外行くのにも。夏場なんてさ、ほんまに行くとこ言うたらね、それこそ田舎のおばあちゃんに家に1ヶ月とか、もう丸投げされてるような状況でしたやんか。夏休みなんかだから、俺の近所の子みんな遊んでる近所のね、子供たちもみんな田舎帰ってもうて、田舎帰ってな。俺一人ぼっちゃった覚えであるもん。あらあら、俺いつもあれやっとったもん。百貨店か。百貨店なんかなかったもん。百貨店行って涼しみに行くとか。金賞や。金賞って何？金賞や。金鉄商っていうのは何ていうの？何の略や？金賞って何？金鉄百貨店のちっこい版や。そうなの？スーパーマーケットや。金鉄の。金賞。行くとこ僕ら決まってました。百貨店か泉屋か、ゲームをタダでできるようなとこありましたよね。立ち読みな。立ち読み。漫画の立ち読み。今できないですもんね、立ち読み。できへんかな、これ。10時から4時までいてましたよ、僕。やることない日なんて。夏休みでほんまやることない人ってやることなかったよな。やることないね。ねえ、いや、私もやっぱおばあちゃん家に行ったり。もうみんな親戚とかな、そんなんがあったらええねんけどな、みんな。お母さんの。淡路島は？実家は淡路島ちゃん、おじ、おばあちゃんは。おばあちゃんちゃん、おふくろさん。おふくろさんの実家は淡路島ちゃん。あ、ちゃうの？淡路島が先祖がおるっていう話を聞いて、墓を探しに行っただけ。あ、全然そこに。俺だから、俺も生まれたところからもうじいさんもおばあさんもおれへんもん。親戚はだから近所の名古屋の兄弟とか遊びに行くとか。いや、連れてくれへんかったな。連れてくれへんかった。また近くの金賞に行って。金賞に行ってやな、悲しい思い出やで、ほんまに。そうか。なんか家のさ、お母さんとかもね、まあ最初の3日目ぐらいはさ、普通に機嫌よう昼飯作ってくれるやんか。そうや。まあ10日も経ったら露骨に怒り出すやん。おかん、ご飯ばっかり言うなみたいな感じで。なんか異様に怒られて、いつまで寝てんねんとか、クーラーつけたらあかんとか、あかんだとかね、冷蔵庫どんだけ開けんねんとか、ね、俺全然クーラーつけてもらわれへんかった、ほんま。あったのかよ。あったわい。ほんとかよ。めちゃめちゃ古いクーラーやんの、お前。古さすぎて寝られんぐらいの、おーって言ってたよ。ホイタの声みたいな、うおーみたいな。電気アホで食らうね、昔のクーラーは。しかもね、俺のガラスなかったんよ、割れて。どういうこと？窓ガラスがない。窓ガラスなかった。廃墟ホテルみたいなやっとるやないか。もうね、全部冷気が逃げていくから、その度にカレンダー貼ったん思い出すわ。カレンダーを。そりゃそんなうちでクーラーかけたら怒られるわ。怒られるわ。いやいやな、夏はな。いやいやいや、もうやることほんまにね、ラジオ氷ねぶったりな、氷ねぶったり。はいはい。むやみに何もかけんとねぶったり。ねぶったりや。ラジオ体操一日行ったらずっと行けって言われたりとか。懐かしいラジオ体操やりました。そうやね。今あるんやろか。いや、もう今ないんでしょ？え、あんの？あるんや。え、地域によっては、なんかね、反抗してもらいにな。そう。あ、ほか、ほんま、おっさんじゃ、張り切りやがって、朝から。高山さんが言うてたんかな、子供さんが。はい、もう地域でね、ラジオ体操やっても、身元が分かったりしますやんか。ああ。ほんなら、やめようっていう地区もあるんですって。だから朝みんな集まって帰る時に。しかもな、お母さんとかもついていかなあかん時なことになってるやん、今は。もう子供が何されるか分かれへんような、もう変な事件も多いやん、なんか監禁な。あんなもん。あいつ何やねん、あの茨城の監禁男。ブラックマヨネーズの吉田君にそっくりな。吉田君かな、思いましたよ、僕。監禁男ってな、そんな軽いタッチじゃあかんよ、その人から。だって、ずっとのトラウマになるで。どうする、六社さん監禁されたら。いやいや、もう想像もつかない。想像つかないことがあるのがこの世の中やぞ、お前。監禁されることまさか自分が監禁されると思って生きてる人なんか一人もいてませんからね。ただね、今回の事件にしたら、あれでしょ、言うてみりゃ、なんか、お見合いパーティーかなんかでな、知り合ってや。
な、お見合いパーティーは普通やね、行くの。そうですね。家に来ないって言って行ってしまったところがちょっとな。1ヶ月間お付き合いがあったんですよね。それで一旦付き合いがなくなって、だからまあいわば復縁するかもっていうぐらいの気持ちにはなってたん違いますか。白黒はっきりさせるのも警察もちょっと難しいとこやん。付き合ってたんやからっていうのがあるから、なかなか踏み込めない状況、ね。ただでも前にも同じ監禁で亡くなってますからね。そうや、亡くなってんねん。これね、あの警察は得意家出人って言うてね、得意家出人として、初めは捜査してんけど、打ち切って家出人変えたんよ。家出人っていうのは、言うてみりゃ、普通に生活してたとこで、こう、職務質問とかで、こう、家出してんのちゃうかとか、あの自主的には警察が探してくれないというので、見つけたらなんとなく。これもしかしたらほんまに死んどったかもしれんからな。いや、本当にそうですよ。衰弱してたんでしょ、かなり。かなり衰弱。どうするよ、六者さん。気ぃつけや。変な人多いな、世の中。こんな事件でもな、これ不思議なんで。本当に変な人多いで。どんどん変な事件が起きるから、こういうことでも、言うたら3日もすれば大きなニュースしたら俺忘れられないとかな。で、また新たな事件が。そうやで。起きてしまってますから、ね。ここまでいかんでもね、まあ、この予備軍とは言いませんよ。予備軍と言いますけど、やっぱり何考えてるか分かれへんって人多いよ。世の中本当に多いよほんまに。なんで理屈が分からんの。何がなんか友達関係でも何やこれ一体。何をそのお金のやり取りとかね、そんなんでもこう人としてねちゃんとするのが当たり前やんっていうのにやな、全然できへん人がおんねん。あおるな、清水さんとかな。おかしいで、あの人も。そうやね、僕からね、僕とね、ある意味仲悪くなって、離れていった。これはもうしょうがないわ。まあ、お互いの関係かもしれん。うん、でもね、はい、そうなったら、もうその人気づかな。俺にはあかんとこあるんちゃうかと。うん、これはもう、周りの人に、同じようなことしたらあかんやなんて。まあ、民主主義って言ったらね、そういうことかもしれんな。そうやろ、賛成、8、反対2やったら、もう賛成に合わすっていうのが、そうですよね。いることやんか。だってみんながみんな清水さんのここがあかんでって言うててさ、ちょっと自分辛い目あってんのにさ、まだやんねんもん、あの人。具体的には、なんか言うたら生々しいけど。もう嫌、もうあの人。ね、お金返せんのにしょっちゅう見舞い出したりとかな。何しとんねん。さっきお前お金やろ、お前。お金返せいうのも、これね、やらしい言い方かもしれんけどね。正直言うて、その、返す返さへんで怒ってんちゃうやんか。そうやね。何日に返すっていうふうに自分が決めたことを返されへんかったら、連絡してくるのが当たり前やろって言うてんの。まあ、そらそらと。何ヶ月もなぜ連絡してこないんだ、なぜ、初中見舞いだけ出すんだよ。電話かけて、ごめんな、今月、ちょっと、返そうかね、ちょっと待ってくれるわ、さっきや。そうやね。暑い中、いかがお過ごしですか、どうでもええねん、そんなことは。なあ、テレビ見たら元気な知ってるやろ。不安なこっちやわ。ほんまに。あんたが何やってるか分からへんのは。いつも迷惑かけてすいませんって、もうね、見えへんぐらいの文字で書いてた。見えへんで、あれ。あれ多分顕微鏡いるわ。ちっちゃいんですか？めっちゃちっちゃい。あれは、なんていうの、何を表してるのか分からへんねんけど、多分性格は知らんけど。めっちゃちっこいで字。いやもうだから堂々とやっぱり書けない心苦しさはあるんです、ね、でも初中見舞いを出す根性はあるんで。電話一本で済むじゃないですか。ほんまに。お母さん聞いてますか、ほんまに。いやだから多分、いやわかんないですけど、気の使い方が多分間違ってるんですよ、ね。違う。でもね、気の使い方が違うんで、もう自分がこの日にお金を返すって言って、守れなかったら電話するのがルールですよ。そりゃそうです。おー!3 ヶ月だよ。吠えた。ロックさんもその不条理は思うことある？やろ。いや、そりゃいっぱいあります。言え、言えねや。言うてしまえ。メディアに乗っけてしまえ。なんか今日すごい攻撃的じゃないですか。攻撃的だよ。暑いと攻撃的になるもん。イライラもするでしょ。相原は今日イライラしてんの。あら。イライラしてんの。どうしてですか？いろんな意味でイライラしてんの。言うてよ、ロックさん。いや。今日に限ってはいいよ。アイドルの、抜けていいで。アイドルちゃうじゃないですか。ロクシャさんはアイドルじゃモデルやん。もうモデルのあれ、殻を破って。チューブルのモデルやん。チューブルのモデルの殻を破っていいよ。いやー、世の中そんな。今は主役じゃなくていい。いや、そらいっぱいありますよ。仕事の上でもいっぱいあるし。例えば、なんやろ。別にね、何か人にするときって見返りを期待してそれこそするわけじゃないじゃないですか。そうね。でもね、例えば同じ立場になったときには、何もないときにやっぱり寂しさを感じることもあったりとかね。わかります？例えば。もっとストレートに歌ったらええねん、そんなもん。わかりにくい。いやいや、だから。いや、でも。お前、オブラートに。そんなもん、ガンガン言う。実名ありで、オッケーやで、このラジオ。なんか今日怖いわ。見えてえわ。見えてえ。こんな、聞いてる人めっちゃ想像するやん。いや、そらいっぱいあります。不条理なことは、そらいっぱいありますよ。それはでもね、我慢すべきか。そう。でもね、
我慢をしすぎると、ことによって、こういうことがあるかもしれんよ。嫌なものは嫌って言えるようにならなあかんかもしれんよ、うん。だって嫌なものが嫌って言うてだって、この世の中思い通りにならないんだよ。そうなんですよ。そんなもんですよ。だからそれこそね、もうね、もうこんなもんなんやろなって、それこそもう諦められるようになった。諦めの境地。だから一つ大人になったあれでもありますけどね。何を諦めの境地。いや、例えば、なんかそういう嫌な思いをしても、うん、その、やっぱ期待がどっかにあるから、うん、それが期待に添えないから腹が立つわけ、ね、例えばそのお金のことでも普通ならこうして当たり前だと思う連絡が入らないから腹が立つわけ、うんうん、でももうこんなもんなんや。だから例えば、うん、もう次からじゃあ誰かにお金貸すときにはもうあげようって思うとかね。例えばね、貸し借りか。いや例えば、いや私は貸したことないですよ、うんうん、例えばそういう感じでどん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 その怒ることがだんだん自分の中に枯れてきて、いやもうなんか枯れてるのか、うん、諦める。でそのね、お金を貸し借りって言いますやんか、うん、で貸す方は、うん、もうあげたつもりで貸しなさい、うん、確かに僕あげたつもりで貸してますよ、うん、でもさ、あげるはさ、友達なくすはさ、踏んだり蹴ったりだよね。これ本当そうですよ。で文句垂れるとこもないし。そうですよ、本当そう。諦めるしかないって、もこの怒りはどっかで残ってしまうでしょ。うん、そう、やり場はすごいないと思うんですけど、うん、ね、申し訳ないと思ってへんからな。ねえ、たらもうあげるわラッキーって感じや。もう返さんでええからラッキーやからな。もうほんまにあの金八先生もなんでもないですけどね。その感性を持ってるならね、うん、このいっぱい住んでる横のつながりが大事な国では住んじゃダメ、うん、もう一人で島に行きなさい。自給自足や得意や思うんだけどな。ね、こんなして横のつながりが大事な商売やってんねんから、それを守れんかったらもう一人で生きるしかないよ、こんなもんは、うん、そうでしょ、うん、それをノーノーと何をしているんだ一体。初中見舞いなんか出してくる暇があれば顔を出しなさいよ。でも不思議なもんでね、またそういう人にはね、次手を差し伸べてくれる人が不思議なもんね。もうない。いや、これな、ほんまにね、うん、びっくりすんねんけど、うん、お前のこと言うてるんやぞって思って、例えば言うやん。君のことを言うてるんだよ。でもそれはまあ大人やから、指さして、あなたのことって言いにくい場合もあるわな。それはできるのは世の中でコンちゃんだけですよ。そうや。な、例えばまあコンパしたとしましょう。はいはい、な、六社さんでもコンパしたとしましょう。はいはい、ね、ここ、六社さんがすごく嫌な男性がおったとしても、うん、あなたが嫌なのよって、まあ大人ならなかなか言えないから。この不男とか言わへんの、あなたのこういうとこが嫌いねんなんか言えないわけでしょ。それは言えない。ね、で、というところで、まあオブラートに包みながらも、もう、嫌いな男性のタイプっていうのをがっちりお前に当てて言うたとしても、うん、そう言われてるやつは気づかんのよ、これ意外と。どんだけ鈍感やねん。お前やぞって言うてんのに。もう、はっきり言いますわ、清水さん、あなたのことですよ。気づいてくださいね、本当に。これ一般の人でも多分多いと思うで。鈍感の方はね。文句の、じゃやめ、もうこういうことはやめときましょうよ、みたいなことをね、はい、オブラートで言うたとしても、はい、ははーなんか笑いながら、いや、お前らのことみたいな。もうね、喋、うんうん、りかけてこっちがちょっとでもね、眉間にしわ寄ったら、あんたのことあんまり好きじゃないですから。寄らない方が無難ですよ。そうやね。ね。これ男と女関係なしに。口にで出さない。そうやな、お前もちょっと、最近調子乗ってるのちゃうかって言うので、眉間にしわ寄ったら、もう嫌いなんです。すいません。それで近寄らんべきやで、そう。あの、メッセンジャー列車には。もう乗らなくていいです。誰も乗ってこなくていいですから。応援しろって。線路の横で応援しとったらええねん。そう。黙ってお金だけ投げとったらええねん。俺らの貨物にお金だけ投げとったらええ。六社っていうバスにも誰も乗ってほしいないやろ。まあ、ずかずかと。いや、そのね、あの、プライバシーは守ってほしいとは思いますよ。ほっと、あの、そっとしといてほしいことはありますけど。そらそうね。はい、そらもうなんか批判めいたこととかな。なあ、もうええの。うっとうしの。これがダメだのって言われたくないんだよね。まあね。でですね、今日のテーマなんですけれども、はい、まさしく今日のこの話にもリンクしておりますけどもね、まあカメラ線を見てても皆さんそう思われたかもしれませんけども、いろんなね、あの賛否両論というか、賛否かなというか、どんどん非難ですよ。もう非難になってるな。ね、でもね、うん、テーマ、世の中そんなもんやと諦めたことと、うん、これまあ女性の方なんか多いと思いますわ。もう可愛ければ全てを許されるということもあるじゃないですか。確かにそうやわな。ね、六社さんなんかでもな、うん、六社さんが失敗したのと、うん、梅ちゃんが失敗したやったらわけがちゃうもん。どう違いますか？それはもう梅ちゃんが六社さんぐらいの失敗を例えばしたとする、はい、うん、プロデューサーの三浦さんに髪の毛持って引きずり回されたら、それはそうやわ。それこそそうで、そんなもんです。鼻フックやで、鼻フック。梅ちゃんはそんなブスちゃうよ。ただ、ロケさんと比べたらの話。そりゃそうや、タレントさんと一般の方。梅ちゃんいけずや。ちょっとこれ、梅ちゃんどんな人や思われますよ。いや、ほんま。かわいそう。親も聞いてんねん、梅ちゃんは。梅ちゃんの親も聞いてるけども、あえていけずや。
めちゃん優しいし、若い女性を見つけたら小石を投げてしまうぐらい、ね、なんかそういう気持ちがあるんだろうな。もうね、いつもそうやってね、お二人がね、梅ちゃんのこといけずいけず言うからね、うん、今日も梅ちゃん一生懸命女の子に優しくするんですよもうお二人のいないところで、でも一生懸命優しくするんですよ、うん、でも陛下もしとったねいや、世の中ね、不公平って声高らかに言う人いてますやん、はい、不公平なんですよ。不公平やで、だってなんですよ、はい、正直な話言うな、はい、メッセンジャーがめっちゃ美男子の二人組やってみ、うん、キンキキッズみたいな、こんなもん一発やぞお前、一発やぞお前、誰に言ってんのか分からんけど、こんなもんそれがあんたやな、俺は言うたら女はこんな顔してるしやな、泥棒みたいな顔して相原畳半女みたいな顔して相原畳半女や、末期と言え末期と、ほんまにこれがちゃうかって、これ偉い違いねんって。だってね、僕ら若手の時ね、うん、前からかっこいいコンビ、僕らみたいなコンビ、うん、ほなね、世間の評価値のこのブサイクな人は、うん、このかっこいいやつの2倍笑かしてちょうどなんだ。そうやね、3倍笑かさんと印象に残らない。そうやね、女性のファンってものすごいはっきりしてますからね。そうやね、悲しいもんだよね、悲しいもんだよね。でも世の中そんなもんやって言ってる。最近でも俺おばあちゃんによくあれやで、物もらったりするぞ。あ、もうか不憫に思う。もうええでおばあちゃん、そんなん逆におばあちゃんがもらい、お前ね、もう今はね、もうな、黒田なんかもう儲けてんねんから、もう1000円ちょうだいぐらいでちょうどええやん。やお、ほんまに言われたらどないすんねん、ほんだから1000円ちょうだい言うたら黒田ものも断られへんねん。よっしゃよっしゃ、1000円ぐらいやったらな、その代わりテレビ見てやっていうお願いします。誰やねん、それちょっとした買収っぽいですねさあ、今日のテーマは世の中そんなもんやと諦めたこと、うん、ファックスとEメールをお待ちしております。ファックスです、06-6809-9090、 ファックスは 06-6809-9090、 E メールはおばちゃん @mbs1179.com、 E メールは obachan@mbs1179.com です。そして、スタジオの目の前の黄色い目安箱でもお待ちしております。ファックスとメールと目安箱、読まれた方にはクオカードを差し上げます。そして全部ひっくるめて抽選で3名様に5000円を、一番盛り上がったメッセージをくださったお一人の方にも現金5000円を差し上げます。今日のテーマは世の中そんなもんやと諦めたこと、たくさんお待ちしております。それゆけメッセンジャー1179、毎日放送がナンバパークスから幸せ届けます。それゆけメッセンジャー1179、毎日放送がナンバパークスから幸せ届けます。ナンバパークスがお送りする今週のおばちゃん目線。さあ、今週もいろいろね、ことがございましたけども、ね、やっぱりあれですね、亀田さん、もうどこのラジオをテレビで各局でやってますけどもですね、戦い尽くされてるとこもありますもんね。ただそんだけ負けたと思うなら負けたんじゃないかなと思ったりもするよな。だプロの方がさ、そういうふうにこの世界はこういうもんなんですよって言われたら、そんなに難しいスポーツなんかなと思ってしまうよね。見た目ものすごく分かりやすいスポーツやんか。分かりやすいと思ったら、分かりやすいがゆえの、ねえ、スポーツっていうか見やすく見やすいスポーツやと、そう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 、誰でもね、見に行けるというか、うん、ほんまですね。そうなんですよ。さあ、ということで、行きましょうか。今週のお金、100円ショップに高額商品が並ぶわけ。近頃100円ショップには100円以外の高額な商品が店頭に並ぶようになりました。これにはかつては珍しさや価格への驚きから衝動買いしたお客が目的のものだけを買うようになったことや、大手コンビニエンスストアが100円ストアをオープンさせていることが影響しており、高額商品販売はワンランク上の客層を狙った100円ショップの対策とみられています。なるほど。でも100円は100円なの？100円は100円ですよ。100円は100円やけど、いいものが、ね、いいものが並んでますね。まあできた当時の100円ショップのものってまあ結構なものもあったけど、逆に言うたらおい使われへんやないかいうのもよくあったからな。チープなね感じのやつも多かったですけど、たとえそこで壊れちゃっても、まあ100円やし、そうやねん、いっぱいいろんなもの買ったけど、そうやねん、慣れましたね。靴べら買うて靴べらで靴入れようたら1回でバキン折れたしな
今でも台所用品なんか100円ショップで全然持つで、ね、いや持ちますよ。清水さんはあれですよ、100円ショップの、パンツを5年前に履いたやつまだ今履いてますよね。それでもその生地的なもんはやっぱり100円だけにちょっと傷んでくるもんじゃないんですか、うんうん、全部見えてます。えスケスケスケルトン。スケルトン。もうスケ、スケルトン。全部見えてます。って意味ないじゃないですか。パンツスケルトン。パンツスケルトン。この世界でも結構ね、ズボン下ろしてパンツ一丁になるようなってあるじゃないですか。あ、それ着替えます。でもそのスケルトンの場合って困るじゃないですか。困ります。でも自分では見えてないと思ってるから、まあそれで撮ったらいいんじゃないかな。世の中の流れ全て見えてない人は自分のパンツが透けてるかどうかもわからないですね。困ったもんですな。まあ、ちなみにジャンバーは900円ですけどね。あれはあれ、あのジャンバーはお父さんのあれでしょ、お父さんが昔着てたやつをもらって。いやそれにしたらね、うん、あの肩幅が清水さん大体身長162か1かちっちゃいですねぐらいのに、肩パッドが、はい、あの肘まで落ちてんのよ。どんだけ親父は大男やってんと思いましたけど、うん、お父さん今日160ないみたいですね。ちっちゃ、うん、900円で買った。このジャンバーは900円で買ったものをお父さんがもらったと嘘をついた、はい、40の男は、はい、すごいですね。ただでもこれね、100円ショップなんですけど、高額の商品なので100円じゃない値段の、100円ではない商品、高額の商品が店頭に並ぶようになってるんです。100円じゃないの。100円じゃない。そうか、でもドリンクも売ってるけど、まあ実際の話ね、100円じゃないのもあるな。100円ショップで500円ってやったら買わんか言うたら買ってしまうかもしれんね。でも100円ショップに買いに行く目的っていうのは100円のものを買いに行くから、まあ物にもよりますけど、ね、今このバーベキューシーズンとかキャンプシーズンでいろいろそのサラダのボールとかね、例えばお玉とかやったら100円ショップで揃おうとしますやん。そう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 、まあ、行きますやん、うん、ほんなら結構ね、500円でキャンプ用品があったとしたらもうついでに買ってしまうんですよ。あ、まあ、確かに買わない。そうそうそう、ちゃんと捨てたらね、うん、もうちゃんともうそれで買えるもんなら買ってしまうから、かだからもう用途あるんじゃないかな。確かにそうですね。包丁は綺麗な、あれはやっぱ100円じゃない方がいいか。そうか、あの刃物系はちょっとやっぱり、あれやっぱ研いでもダメなのか、研いでもあかんやろうな。どうやねんな、使ったこと、あの一回使ってもう、でもキャンプとかほんまに行くんやったらいいでしょうね、うんうん、そうですよね。ものすごい便利、うん、全部揃う、ほとんど揃う。俺、ね、家のね、あのテーブルが白なんですよ。はい。ほんでまあ家飯もご飯食べたりするじゃないですか、うんうんうん、まあ、どうしても汚れるでしょ、うん、ほんならね、今ビニールの透明のあのテーブルクロス100円で売ってんねん。おー、はい、便利やな。便利や。これはね、ね、これ皆さんにお勧めしますけど、例えばお客さん来た時にそれ引きゃもう捨てれるから、うんうん、そうね、そうやねん。もう別に服だのなんだのいらんのもそれまとめて捨ててしまう。まあ俺は一回洗うけど、一応、うん、まあな、うん、洗ったら全然使えるし。使いますよね。ほんならね、半年ぐらい使えるで。そうですよね。これはええわ、やっぱり 100円ショップ万歳やな。いや、すごいよ。やっぱりすごいですよ。あの布団たたきとかでももう100円のやつで十分ですよ、ね、十分よ。十分、うん、あの食べ物も売ってるじゃないですか。あ、売ってますね。私あのだしパックとか、おーおーおー、無添加のだしパックとかもちゃんとあるんですよ。うん、そんなんとかって、ね、普通のお店でももちろん売ってるけど、わ、無添加で100円のと買おうって、なんかや安く感じてしまうもんあるけどな、うん、ライターとか100円で買おうたりする。たまによう考えたら100円で100円ライターやなと思って。そう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 ですよ。そこで買わなくても。そうなんですよ。だから要はね、その100均ってどうして今まで採算があったかっていうと、その例えばジャンプ傘だったり老眼鏡みたいにもう採算取れるのギリギリっていう、まあ商品、お客さんから取ったらお買い得だけどお店から取ったらそんなに辛いなとないよっていう、まあ、いわゆるそういう店筋の商品と、うん、あとは逆にあのこれはもう言うたら1円でできてるけどみたいなのもあるってことだよね。極端な話をすればもっと原価は安いけれども、まあ儲けられる儲け筋と2種類が、どっちも買ってもらってて採算あってたんですけど、お客さんも慣れてきて目もシビアになるし、なるほど、ね、やっぱりそういう意味で売れ行きが減った。安かろう悪かろうの商品がないということですよね。安いけどもある程度の商品が原価もかけてる。だからお寿司屋さんなんか儲かりそうに見えて、実はお寿司屋さんで儲かれへんからね、あんまり魚のあれが高いから。だからトロなんかでも高いじゃないですか。でもあれ原価ギリギリの部分でやってるから。だからほんまもっと利益3倍のせにしたらもう誰もが食べられへんから。3000円ぐらいとなってしまうし。だから一番儲かるのはやっぱり卵とかね。はい。儲かってしまうな。卵は一番儲かんねん。イカとかいっぱい取れそうな。イカでもその剣先とかやって高いしな。で、お寿司屋さんってなかなか儲かれへん商売らしいよ。聞くところに。いやー、でもなんか、いいね。自分、なんか、お寿司屋さんを持ちたいな。え、なんでですか？ええやん。お前、通報やのに何も食われへんけ。だからさ、とっておきのやつを月に1回だけ食べるって。あ
でも新助さんがお寿司屋さんやりはった気持ちがなんとかわかるもんな。やりはったんですか。うん、やりはって。やってますやんか。堀江の方にな。知りません。すごいね、予約で。もう予約いっぱいで入られへんね。一回行きたいな思ってんねん。寿司屋さんってやってるのでもあれはまあお金持ちの人が。新世さんぐらいのクラスになったらできるよな。道楽じゃないけども夢を叶えるということでやってみたよな寿司屋って。天竜源一郎さんもやってますからね。あ、そうお寿司屋さん。ただやっぱり自分がやってっていうんでそれだけで食っていくことなかなか難しいよ。飲食は難しい。難しいよな。なるほど、わかりました。さあ続きましていきましょうか、うん、今週のへー透明人間は実現可能。人間はあまり遠くない将来に実現が可能だとする研究論文がイギリス物理学会の学術誌に発表されました、はい、論文を発表した博士は論文の中で空間をねじ曲げ物体や人が存在しないように見える光の幻覚を作り出す装置を紹介しているということです。なるほどね。だから自分が消えるというよりかは光の錯覚で見せなくすることは可能やと、うん、そうなんですよ。なんかね、光が人とか物体の周りを通るとそこには何も存在しないかのように見えるだろうということなんですね。これはどうしてかというと人とか物体の後ろの方にある、うん、まあ要は後ろの方角から光が差してくると、うん、前方には何もないかのように見える、うんうんうん、それをそれはだから言うてみりゃそういう空間の中に入らなければならないということでしょ。だから僕らが思い描いてるこの薬を飲んでパッと消える、パッと消えて女風呂に入るいうことは無理なわけですよ。それは無理です ね。要はその場の自分が変わるんではなくその場の空間をねじ曲がらないと無理だから、お風呂場の女風呂がねじ曲がった空間になれば自分の後ろから光がさせば自分の姿は見えない、ね、特定されたものがいるということですな、ね、その空間がなければならないから、だからまあまあ言ってみれば今後あの例えば遊園地とかそういうところでそういうのができるかもしれないってことやな、マジック的なものでこう使えたりとか、そうか、もしくはそういう自分で空間ねじ曲げられるパワーがない限りは無理ですよ、ね、それは無理です。透明人間になりたいな。でもほんまやってみたいと思いますね一回ね。男はだってもう決まってあるやん、女風呂行くとか、うん、女の子の脱衣所入るとかになってくるやん、うん、がっかりするんやろ、ね、そう思いますよ。見方がいいことも世の中にはいっぱいあると。読者さん透明人間何なの。私透明人間になったらやっぱり、うん、何するかな。タチション。え、すいません、ごめんなさい、地方です、お昼です。達色の恋人スジャータの名楽が正午をお知らせします。さあ、爽やかなお昼にすいませんでした。童貞発言ですな。透明人間になる必要はなかった。男になったらったら分かるんですけど、透明人間になったとしてもあの お小便は透明にはならないから、だからどっか見えないところからバーッて水が出てるっていうことやな。でも透明人間になる、神様の水みたいなんだよ。ライブ会場に入るとか、うん、結局あの特定のものしか入れないところにやっぱり忍び込むという快感さじゃないんですか。確かにそうですね。スターの私生活を覗き見るとか、そうですね、トム・クルーズの生活を見るとか、見るとか、なんかそっち方向に、そう、やっぱり見るですよね。それが飛行機乗ってどっかに行くのをタダでやるとか、うん、そうじゃない、うん、大体。でもそれって、あ、そうか、服は真っ赤だから、真っ赤です。うわー、薬切れた、きついな。だから、まあ、東京ドームで、まあ、マドンナのコンサート見てパッと薬が切れたらブワーンと鼻から親父がドンと出てくるっていう。もうあとは踊らなしゃあないな。しゃあないです。踊りまくってそういうダンサーやと思わさなかった。そうですよ。特殊効果ですよ、これ。え、相原さんは透明人間だったらどうしたいですか。透明人間だったらやっぱりね、女風呂ちゃうの。女風呂はいいわ、別に女風呂は。あ、そう。やっぱり後期と言われてる方の私生活とか覗いてみたいな。加納姉妹とか。なんかそう、後期だと言われてる人ね。加納姉妹って後期。イメージ的にすごいな。いわゆるセレブ的な。セレブ的なこと。方の。ね。もうプライベートな時間。そう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 。例えばイメージでは黒木ひとみさんとかすごい視力的な、あ、私生活どんなんなんやるなっていうのはその笑いという意味でもちょっと見てみたいでしょ。なるほどね。あと嫁はんの後をつけていくとかね。それはやめとた方がええで。おい、更新所に頼んだ方がね。さあ次行きましょうか、はいはい、さあ3番目ですね、今週の大発明
茹で加減を教えてくれる卵が発売。イギリスの鶏卵生産団体が殻に特殊な塗料を印刷し、最適な茹で加減が一目で分かるように卵を近く、分かるようにした卵を近く販売することになりました。ソフト、ミディアム、ハードの3種類があり、卵の表面がある一定の温度に達してから3分から7分後に茹で上がりを示す表示が殻に浮かび上がる仕組みだということです。なるほど。僕今電子レンジでね、うん、あのゆで卵作るやつ持ってるんですよ。これいいよ。あ、そうですか。うん、あの4つ茹でれんねんけど、水入れて電子レンジに10分間入れたら、チーンって言ったらもうできるよ。それも硬さ加減が調節できるよ。だからそれを言ったら半熟にしよう思ったら6分にしたりとか、うん、7分にすりゃええだけの話じゃないけど、うんうんうん、俺ゆで卵って絶対あの新幹線乗った時買うのよ。今のゆで卵すごいねんぞ、お前。どうすごいの？お前、あれやぞ、塩加減も塩振らんでも中に白身のとこに塩の成分が入ってて、もうしょっぱいねんぞ。すごいやろ。どうやってですか？ちょっと割るんかな？何？あ、注射してんのかな？あ、違うわ。え、だってそんなん無理じゃないの？あれ3つぐらい入ってない？2つ。今は2つやねん、これが。3つの時はもう多いんですよ。これはぜひともおすすめだ。味付け、ゆで卵。めっちゃうまいね。いや、美味しそう。ゆで卵できたって美味しいですよね。うまいな。でもあんな美味しいもんないやつぐらい。そうやね。何が一番好きなんやろ、食べ物でって考えたら、うん、俺卵やねんな。俺なんでも卵やねん。焼きそばでも卵落としたくない。なんか一つなんか乗っかってる感あるでしょ。でもほんで贅沢感。贅沢感が。これは昭和か？完全に昭和なのか。確かに卵好きって昭和。うちの家の近所のね、お好み焼き屋さんだけやねんけどな、あれなんか知らんけどね、焼きそばに。あの、すき焼き風に卵つけて食べる。ああ、あ、米とかちょっとあったりする。あったんかな、あれ、あんのかな、そんなん。俺、それ懐かしいな、思ってんけど。なんかあの、ゆで卵って、ダイエットで一時、ゆで卵ダイエットって、流行ったじゃないですか。あれってね、ゆで卵を、うん、食べる、ゆで卵のカロリーよりも、うん、体内に入って、ゆで卵を一生懸命消化しようってする、エネルギーの方が高いんですって。だから、まあ、物理的に言うと、ゆで卵を食べれば食べるほど、ね、痩せていくっていうね。うん、それを利用したダイエット法だったんですけど。僕、あの、痛風の時ね、もう食べられへんものの連続じゃないですか。うん、でも、鶏卵だけは、全然ないだ、いい商品なんですよ。あ、そうなんですか？そうなんです。痛風で、いくらだの、その、た、あの、たらこだのっていうのは、もうすごい、数の子とか。数の子とかあかんねんけど、鶏卵はね、あれ、1個で大がお腹いっぱいになったり。まあ確かに。するから少ないんですよ、プリン体等の子のが。ほんなら僕、卵めちゃくちゃ食べて、中性脂肪の数値がものすごい上がって。それがね、中性脂肪が上がるね。そうなんですよ。カロリー的なもんはまあ、高いやな。高いから。高いです、ね。これそれで、何を言うとんねん、お前は。コレステロール値が高いから。うん、はいはい。これに気をつけなさいね。次、血圧や。ああ、もうだから、好きなものがやっぱり食べ過ぎて。ほら、マヨネーズとかもやっぱあかんねんな、あんまり食べ過ぎたら。でも、カロリーはね。カロリーは全部あのほどほどに、マヨネーズももちろんほどほどに。俺もだからね、最近はもうあの味噌汁を作るときにすごく薄めにしてんね、わざと。ああ、いいことね。塩分が、うん、大事なことやな、塩はな、うん、塩は、塩は大事なるべく塩分使わずにとは思う な、やっぱり。それがあかんねんな。俺キムチに醤油つけたりすんねんな、あかんわ。そうやね、塩鮭に醤油つけて食べてる。うわー、それあかんわ。それね、なんか前ねテレビでやってましたもんね。死ぬ前そんなもん、まあ、麻痺していくんですって。麻痺すね、辛い、辛さって、うちのおかんなんかめっちゃ辛いで。え、どう辛いんですか？味噌汁、塩気が人生と。いや、ほんまに激辛人生。いや、ほんまに数子の激辛人生。いや、めちゃくちゃ辛いね。俺もう言うたやから、もうやめとけ言うて。涙味や、うん、でも食うなと。体脂肪率50ってどんなんやねんと。もう糖分と塩分だけでできてますね。そうや、もうね、ものすごく辛いも食べんねん。いいんじゃないかな。いや、悔いのない人生で。歩かれようになってね、今太りすぎて。そらあかんわ、足にきますよ。足にきてんねや、膝に来たりするやんね。ほら、すねて、もうほんなら犬に引っ張ってもらう。うちの犬に、うちの犬ってお前トイプードルやんな、お前。犬ぞり2キロしかあれへんやろ。おかん、お前70あんの、どうやって引っ張んねん、ほんだら。犬を殺す気かっていう話やな。犬を殺す気かやで、ほんま。犬ぞりになれへんで、お前2キロしかないね。でもまあ、実際、パンパンやもんな。ちょっと痩せた方がいいわな。今見てみ、めっちゃ太ってるで。いや、特に塩分って体むくみますもん。そうやね。ほんで、腎臓悪いくせにな。うん、せんべい。俺、この前見たらさ、おかき。うん、おかき茶漬け作ってやがんねん。あの、おかきって醤油で焼いてるやつを、はいはいはい、まあ割って、俺、あれ、ガンガン食ってんの見の嫌いで、俺、おかき未だに嫌いやねん。そっか食うよね。もち米に、うん、醤油に、うん、で、そこにまた、そこにまた醤油垂らしよるわけよ。
まあお茶だってあんまり胃にいいもんじゃないから、ね、そうやろ、うん、それ腎臓燃えるなる言うてんのに効かんな、もう効かんわ、あの年なんて効かん、だからあれちゃうの、肘30巻食いよんねんで、そのティップネスとかそのトレーニング付きで、トレーニングの先生をつけてちゃんとこうやってみたら、やらんな、やらんか、やらんわ、あそう、まあやらんわ、歩けへんもんだって、でもこの前書いた将軍みたいやったもんな、え、お母さんおいくつですか、74、74、奥の座敷で将軍みたいなった肘当てつけて将軍か老名主みたいになってんじゃんかおい高い布団の上でほんまにどうなっとんねん、まあ、健康の面でもそれはちょっと考えなあかんわな、ね、ということで今週のおばちゃん目線、このコーナーはナンバーパークスの提供でお送りしました。それゆけメッセンジャー1179、毎日放送がナンバーパークスから幸せ届けます。精力剤の赤ひげ薬局がお送りします。すいません相原ですが、どうか背中を押させていただけますか。神様このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーです。ハガキ増えてますよ最近、いやそのキャッチーなハガキが増えてますよ、ありがとうございます、もういっぱいですよ行きましょう行きましょう。さあ選手のお悩みがですね、さくらんぼさん50歳の方からいただきました、はい、来月が小学校の同窓会、うん、ところが一人だけ呼びたくない人がいます、うんうん、宗教の話ばっかりなんですよ。そうなんですよ、それで去年実はみんなが嫌な思いをしました。宗教も寛容するんですよね。そうなんです、これたまにおるな、電話急にかかってきたりもするもんな、あります、一票入れてくれって、ようよう聞いたらありますね、あります。で、まあただその人は今年も同窓会あることを楽しみにしてて、声をかけるわかけないわけにはいかへんし、どうしましょうという悩みでしたが、うんうん、相原さんは同窓会なんやし楽しくやらんと、そうですよ、電話連絡する時点で釘刺しておきましょう、もう嫌なことは最初に解決、そう、その場でねプリッとされても嫌です、プリッとその場で言うた方がいいんちゃうかって言いますけど、その場でプリッとされたらもう取り返しつきませんから、うん、はいはいはい、はい、ということでお返事来ました。お、先週は同窓会に宗教の話ばかりする友達を呼ぼうかどうか迷っていると相談をし、はい、皆様の的確なご意見をいただきありがとうございました。意外と常識人なとこありますからね、いやほんまそうなんですよね、はい、うん、私も放送後友人数人と相談し、彼女にはっきり言おうということになりました。なるほど。そして私ともう一人とで彼女に電話し、うん、宗教の話はやめて、うん、姑や主人の悪口、子供や孫の自慢など楽しい話をしましょうと言いました。ほんなら彼女も分かってくれたみたいです、うん、珍しいな。今年は楽しい同窓会になると思います。いいがな。相原さん、黒田さん、うん、美人の6社さん、ありがとうございました。書いてますか、その書いてます、書いてます書いてないのに言ってたらよく考えたらはっきり言いましょうという答えを出して成功したの初めてですわ。僕よう考えた、嫁がね友達となんかちょこちょこっとした揉めることを聞いて、お前の嫁はよう揉めよるな聞いた時にね、うん、嫁にじゃあもうはっきり言うたらってよう言うんですよ、うん、ではっきり言うと必ずその友達ともう二度と会わないような関係になってきて、あ、女って難しいなとは思ってたんですよ。男の方がはっきり言うて分かり合う時の方が多いやんか。確かに女の子の噂ってさ、うん、あの火のないところに煙は立たずっていうけど、うん、日のないところが煙立ったりするな。女性は俺昨日さ、あのある某番組の打ち上げみたいなのあったじゃないですか、はい、でちょっとだけ顔出してんけど、なんかな、俺がその女一緒に行ってた女の子の友達に、うん、なんかクレジットカード、自分の名義のクレジットカードを渡して、うん、これを渡すから付き合ってくれって言うたことになってるらしくてどぎも抜かれてた俺。それもしかしたらその人の妄想かもしれませんよ。うん、でもそんなことってありえへんやん。ありえへんね、普通クレジットカードを渡して、渡して いくら使ってもいい。すごい限度額があるということです、ね。いやー、10万ぐらいですよ。そういうお金で引っ叩くような真似をし始めたんですか。いや、ちゃうやんけ、だから。そう言われて、びっくりしたって言うてるんですよ、だから、それを。すいません、もう、驚き半分。よう話、おいよ。驚き半分と、いや、そうなってしまったんだ。よう話聞けよ、よう。よう話聞けよ。その子の、だから言うたら、まあ言うてみれば六社さんの友達に俺が渡したと、うんうん、で付き合ってくれって言うたと、うんうん、お金なんか渡さなくても付き合えるやんか黒田そういうことじゃないねや。その女の子もう何俺
俺の喋ったお前何を言うとんねんお前は。そんなせんでも誠意やで、ね、ちょ待てこら誠意やから、まるでしたように言うなちゃうやろ。だからそういうことするわけがないでしょっていうことやから、それを言いたかったわけやな。当たり前だよ、どう解釈しとんねんほんだら。どう聞いてもそうやろお前、それを普通にそんなことをいやしたんでしょって言われて、うん、ええー、ってなって、うん、そうなってんねんって。ほんでもうそうなってるらしいのよ。もうだから何も、だから何やろな、女ってすごいやっかみが激しいから、やっかみ悔しいとなったら何でも言ってしまうみたいなところあるんじゃないの、なんか分からんけど。黒田がきっかけでなんかジェラシー的なものがあって、いや私なんかな、みたいな感じがあるのかも分からない。でもテレビに尾びれついてね、そうそう、うん、その俺と月亭はちみつくんとコンパ行ってて、うん、そのコンパに今来てますよメールが入ったと、うん、で俺はちみつとコンパなんか行ったことないのよ、うん、一回も、うんうん、はちみつ酒飲まれんそんなに、せやのにそういう話がもうすぐ近所であんねん。びっくりせえへん、うん、するね。ロキシャさんもいろんなこと言われてる。あ、それはもういろんなこと言われてるでしょうね。いっぱい聞いたもん。そう、そうなの、うん、まあ私は直接見たことはないですけど、まあ、ロキシャさんが悩みがあったらこのコーナーに送ってくれたら、ぜひぜひ、はい、的確なアドバイスをしますさあでは今週のお悩みに行っていいですか。 A でラジオネームにえくりかえるさんからいただきました、うん、皆さんこんにちは。こんにちは。私は31歳 OL です、うん、今回ぜひとも相原さんに背中を押していただきたくて相談の手紙を出しました。はい。49歳上司のことです。3年ほど前から引き戸の締め方が、うん、引き戸の締め方に悩まされています。引き戸の締め方、はい、出入り口の戸は私の席から1メートルぐらいの距離にあるのですが、その上司が締めた後ほとんどと言っていいくらい1センチほど空いているのです。わかるわかる、うん、確かに気になりますよね。初めのうちは仕方ないなぁと軽い気持ちで締めてたのですが、毎日毎日繰り返されるとイライラしてしまうのです。わかるわかるわかる、うん、締め残しの戸を上司が少し離れてから力強く締めたり、うん、時にはと舌打ちまで出してしまっている自分が情けなくなるのです、うんうん、なんで急に、1日に30往復ぐらいうろうろされます。せや他の人たちはきっちり締めてくれます。しかも冬になると隙間風が原因で腰痛、頭痛、肩こりなどで通院しそれ隙間風だけの問題ちゃうちゃんと締めないことだけでそんなにそんなことがそうですか、通院しストレスから牛ガエルのような大きなゲップが止まらなくて、それはってだからそれはだからそれは隙間だけの問題じゃないって病院関東違う、牛ガエルのようなゲップで牛ガエルのゲップはあんまり聞いたことないですけど、うーっていうやつ怖っみたいな感じなんですかね。みたいな。そんなゲップないで。体がおかしくなってきて、前に上司の、そのまた上上の上司に相談して、お酒の席でそれとなく言ってもらったのですが、気をつけて締めてくれたのは2、3日ぐらい。そうね、そうね。ああ、言うたんや。性格だからね。友達に話したら、自分はちょっと締めたらいい話やん、気にしすぎやで、と笑って言われ、先輩からは、音を立てて戸を閉めるのは失礼なことで、あなたが謝るべき。他の会社なら、あなたが下手したら辞めさせられるよ、と逆に怒られてしまう。すごい曖昧なとこがあったらめっちゃ厳しいとこもある。この人ちょっと妄想的なとこちょっとないか、ねえ結局そこまで悩んでいるなら、うじうじせんと直接言ってみればと言われます。そうね、直接言うべきか、このまま何十年もひたすら我慢すべきか迷っています。言うべきに決まってりゃこんな結果言われたらな、ちなみに上司はプライドが高く根に持つタイプです。仕事は楽しいし人間関係も良くて会社を辞めたくないのです、うん、最近その上司の足音を聞くだけで喉の奥がドクドクしてる。全然人間関係うまいこと言ってへんやんその時点でもうそんだけ病気出たら体を構えてしまいます、はいはい、嫌になったら止まらないこの性格直したいです。どうか相原さん私の性格背中を思いっきり押してください。なるほど。これでも、まあ、いろんな解釈もありますけどね。彼女の気持ちわかるんですよ。いや、わかりますよ。わかります。ちょっとしたことでな。ちょっとしたことやね。まあ、性格的なことを言うと、この、まあ、上司の方は、まあ、そういう、だらしないというか、もう、罪甘いというか、まあ、それってね、あんまり治らない。そうなんですよ。可能性が高いのと、ほんで、この女性の性格が、言うたらね、100あったとしたら、その1嫌なことがあったら、その99まで嫌な感じに思えてしまう性格じゃないかなと思うんですよ。もっとほんま嫌なこといっぱいあるんでしょうけども、この1のせいで言ったら、ゲップが止まらないだの、ズドロズドするだろうとか、やっぱ結びつけていくのよね。その1は1として嫌なこととして割り切ってられない性格なのね。ほな、例えば、今そのドアが勝手に閉まる的な道具とかないのかな。
そうかも、もしくは席替えしてもらうとか、ね、そうなん、なんで席替えしてもらわれへんの。でも席替えしたら何やあいつ席替えしようってみたいなこと一回言うてるから、言うてなかったら分からんけど言うてもてるわけでしょ、上司に言うたら、うん、いやそれは閉めてくれ言うてるのに席替えしたってことが、うん、また会社の人間関係が変わるかもしれんな。そのね、そのまあ確かに嫌なことだと思いますよ、ドアがいつも1センチ開いてて。いや俺もでもね、イラッとするのは分かりますよ、番組のね、うん、これどうなん、ディレクターがおんねんけど、うんうん、ノックが気になんねん、コンコン、普通日本人って2回よね、うん、3回しよんねん、コンコンコン、なんか腹立つねん、あ、まあなんかもう何やってるんですかみたいな感じなんで、そういう感はありますね。でもそれ余裕はね、その人に言ったら、あの国によっては3回というところもあるやんか、はあはあはあ、なあ、うん、人会がだから逆におかしいっていう国もあんのよ、うん、でも俺らのなんか感覚とすると、うん、なんか2回やん、コンコンって、うんうん、でもこれ3回されたらな、うん、いつもそのディレクターだけやねんけど、コンコンコンやられんねん、うん、なんかちょっと、うん、せかされてる気がして焦る、焦る、でもこれ言われへんやん、別に向こう怒ってるわけちゃうし、うん、すごい微妙なもんで、やっぱり横のつながりで仕事をしてる会社ってそうでしょ、やっぱり横のつながり、もちろん縦のつながりもありますけど、うん、ほんなね、ものすごい性格で言ったら鬼のようなセクハラをされるんです。なのと、この隙間1センチの重さがこの彼女にとっては一緒なわけですよ。僕それはね、どうかと思うの。だから我慢せなあかんことが絶対1個あるっていうこと。まあそれは全てすごい、だって人間関係も良くて給料も良くて、その仕事のやりがいもある、でも1センチ空いてるっていうことの我慢っていうのは人間どうしても必要なんよね。だから2つ重なった時に人間は言うべきやと思うけど、このたった1つやったら俺は、俺の性格よ、我慢すべきやと思う。なるほど。うん、そこでもうその何1センチ空ける上司がいけずで何かでっていうんやったら言わなあかんけど、1センチ開けるだけでしょ、うん、ね、それ俺は横のつながりで置いて、それはズバッと言うてもいいよ、うん、言うてもいいよ、言うても聞かんかったんや、聞かんでしょ多分、うん、まあ実際 2,3 日でまた元に戻るでしょ。プライドも高いって分かってらっしゃるんだったら、うん、もうその1センチの腹立つっていうことはやっぱり横のつながりの中で我慢していかなあかん部分なのかなと、うん、酒癖が悪くて死ぬほど罵声を浴びせられるんですっていうのはやっぱ耐えられへんもんもあるやろ、分かるわそれは、うん、それは言うた方がいいと思うけど、1センチの話やからね、うん、それを重きに置くか軽く置くかっていうのはその人の人間性やけど、でも何か一つは嫌なとこがあると、ありますよ、こうやってラジオやってもな、いろいろそれぞれあるもんな、ありますよ、屁をこかれるとかね、ああせやね、屁をこかれる、これでも些細なことちゃうやんか、でも6社さん気に入ってるもん、いや気に入ってませんよ、私そんな趣味ないもん、SE の6社って言われて、合議制で言うともう2対2でこれね別れることになってしまいますやんか嫌い2票、いい2票なんかなんかね、そんな感じでしょ、な、うん、だからこれはね、まあ直接閉めましょうねぐらいのことはとりあえず言うて、うん、まあ張り紙というか、ね、ステッカー的なもんパンと、うん、ちゃんと締めましょうぐらいのこと貼って、期間があったらもうこれ我慢しましょう、しゃあない、しゃあない、うん、これ2つ重なったら直接言うべきです。それは2つ重なった時は人間やっぱ面と向かっていきますから、私間違ってないということで、うん、なんかドアに重りみたいなの仕掛けて最後まで閉まるようにするとかいうの自分でできればいいんですけど、ね、なかなかね、あったらねいいんですけど、また意外と閉まりにくい塔なんかも知れませんしね。でもまあそれでイライラしてる時にそのな、ちょっとしたことがもうすごい腹立ったりするやん、うん、いやわかるわかる、それはね気持ちはねすごいわかるんですよ、いや腹立つと思ったら腹立つでな、そういつが何してももうね、その人のね立ってる姿を見るだけで腹が、むしろが走るのよ、ね、それってさ3つ4つの理由があるからでしょそうでしょ、ね、3つ4つの理由があるから1個ではないでしょ、まあ、1個だけやったら人間俺は我慢するでもやと思うから、プライド高くてとか書いてあるやん、うん、ちょっと嫌やった、嫌な部分もあるやん思うで、その人に対して、でもその合う合わんで人間は責められへんのよね、そう直接的な嫌なことをされん限り、あの常識的なもので言うと、そう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 、だからまあ2つ3つ重なった時にやっぱり叱るべき処置を取るべきやけど、この1個の理由やったらあなたやっぱ我慢してやるべきだと思います、まあできる範囲でね、それこそ席変えてくださいっていうとかね、まあそれはありやと思いますよ、そういうことをできる限り、そうそう、ただその1個があるから全部が悲しいみたいな生き方をするとやっぱり楽しくないからね、まあ、ご自分がね辛いだけですね、そうそうそう、じゃあとりあえずまあ我慢できるところは我慢して、改善できるところは改善しましょうということです、頑張ってください、はい、皆さんもうっすら知っている相原に迷いをぶつけてみませんか、どちらにしようか迷ってどちらにしようか迷っていることを詳しくハガキに書いて送ってください、いつになるほどの熱情もあと疑問もお待ちしております、疑問は疑問スペシャルでいきますから、はい、一刀両断ですよ疑問の場合は、そうです、こうだ、はい、理由はなしみたいな、疑問けえへんな、
来てます。まあまあ、ちょろちょろといただいております。そんなこと言うなよ。宛先です。郵便番号 530-8304。赤ひげ薬局に悪いね。毎日放送ラジオ、それいけメッセンジャー、すいません、相原ですが、どうか背中を押させていただけますかのコーナーまでおはがきお待ちしております。はい、採用者には、相原直筆色紙とクオカード、そしてステッカーを差し上げます。さあ、今日は。今日はね、まあこういうね、ちょっと辛いことも言うたんで、お詫びの意味を込めて、クオカード5枚、すごいですね。ステッカー2枚差し上げたいと思います。はい。それゆけメッセンジャー。1179毎日放送がナンバーパークから幸せ届けます。それではいただいたメッセージをご紹介しましょう。このコーナーは MBS ハウジングがお送りします。はい、さあ今日のテーマですが、世の中そんなもんやと、はい、やっぱ強いもんや、強いもんが勝つんやと、まあ、お金持ちが勝つとか言わない、そうそうそう、やっぱありますからね。ラジオネームおこぜちゃうぞさんですね。25歳の会社員の方です。はい、付き合って半年の彼女とスキューバーに来ました。それから数日後突然振られました。彼女の友人に何気なく聞いてみると、スキューバーで酸素を加えた時の顔が、ブサイクだったからという理由でした。何やそれ、酸素を加えた顔が男前なやつなんているんですかね。納得できませんでしたけど、現実を受け止め諦めました。僕は二度とデートでスキューバーをしないと思います。そんなな、そんなんで別れるような女な、最悪やんな。いやもう逆に別れてよかったよ、ね、よかったよ。ふっと冷める瞬間だったんでしょうね。25歳って別に、まあ女の子の方がもしかしたら若かったからもしれない。19、20歳かも分からない。19、20歳ぐらいの女の心ってそんなもんやろ、ちゃうの。でもなんか昔学生の時ね、体育祭がなんかです、その好きな彼女がなんか50メーター走か100メーター走でめっちゃ走ってる顔を見た時にちょっと幻滅したの。なんか中学校の時ぐらいだな。あ、わかるわかる。なんかあのブルーマをこうブルーマのシワをカッて引っ張った時とか、ね、なんか突然パッと冷める時って思う、もうあるよね。確かにあの学生の頃はあるけど、そうなんてないの。だから六社さんも19、20歳の頃思い出してみる。いやそれは若い頃は、昔の記憶やけど、いやそんなに昔じゃないですけど、めっちゃ昔やんけど、そんなに昔じゃないですけど、セピア色の記憶。若い頃はそらありましたよ、学生の頃とか。なんか喋るとき鼻をむにょんとするとかいうのを見たときわっと思ったりとか、それはありました。だってもう、だってかっこいい人を好きやったもん、その時は。あ、男前が好きやった。今ブサイクなやつが好きなわけ。いやブサイクなやつが好きっていうわけじゃないですけど、ブサイクなやつでも構わないけども、うん、昔はやっぱりかっこいい、昔はもうかっこいい人じゃないと嫌って思ってたから。もうどんだけあの心が良くても、ブサイクは嫌。だってもうその私の好きな人は、それこそもうトイレも行かへんぐらいに思ってました。でもその男前のやつがね、学生でプール入っててバッと上がった時、青っぱなプリーンって上がったら、もう幻滅やった。それは青っぱなどころかもう完全にもう海パンをもう脱ぎ落ちてもてんねん。全然2時間気づけへん、それで。それどうや、それ保健室でしょ。とりあえず保健室行きましょう。2時間気づけへんねんぞ。保健室、そして救急車ですそうでしょう。それは私同行じゃなくて。さあこちら、ラジオネームクラウディさん、36歳の方からいただきました。はい、会社を退職した次の日、会社は希望退職者を募集しました。あと1ヶ月我慢していたらリストラ扱いになって、退職金も多少なら、多少ならずとも、多少ならずともたくさんもらえたかもしれないのに、一生の不覚。これありますね、タイミングですね。これ自分で選んだタイミングほどどうしようもないもんな。やれな、悔しいもんね。分かるような気がしますね。これ悔しいな。これたまにないですか、例えば焼肉屋さんとか行くじゃないですか、ほんだら半額セールって言って明日からみたいな。腹立つ。腹立つ。腹立つな。あれ腹立つわ。でもなんかあるね。チケット、あの、割引チケット出したら期限切れてたりとかな。私あの、携帯電話あった。携帯電話私、なんか1万円近く出して買ったのを、1週間後、安なんでね。1円。それは嫌やな、でも諦めるしかしょうがない。もう悔しくて、でもね、もうどうしようもないですもんね。感触起こしたんちゃう、はい、いやもうプリってなりましたよ、もう勝手に。まあ言って、陰謀引っこ抜いたんちゃう。救急車でしょ。そんなプリってなり方。プリってなって陰謀抜いたら救急車ですよ。ラジオネーム、君近のじいちゃんさんですね。病院の待ち時間、ゆえ、まあ君近のじいちゃん67歳ですから、病院の待ち時間、予約9時なのに、待っても待っても順番が来たのは10時半。バカリスだ。何のための予約や。そうな、そんなんなら来た順番にしろ。
ほんまやね。病院ってな、ほんまそうやね。俺、この前、耳鼻咽喉科行ってきたらやな、俺、マネージャーに電話してもうてやな、行ったら、今すぐ行けますよから行ったんよ。それでもな、20分ぐらい待たされたぞ。まあ、そんなもんやからね。なんでやねん。でも病院でそこで大声出すほど、ちょっと周りからももうしんどいのに私らもっていうイメージでな、見られるしな。そこなんか総合病院やって、上から黒田保さん、お入りくださいとか言われるやん。耳鼻咽喉科間違えて俺、床入ってもてな。いっぱいあるところでどこか分かれんかって。いっぱいこうな。大きい総合病院ってしゃあないで。ちっちゃい町医者やったらな、すぐ見てくれるけど。あれ意外とね、病院とかやったらね、こう、あ、黒田さんですよねとか、あんま言うてけへんな、あれ。あれ言うてけへん、まあ、意外と。まあ、来てる人もみんなしんどいから、人のこと気にしてられないっていうのは、うん。あ、そうなのかな。あるんでしょうね。いや、でも、俺入院してる時に、あの、見回り来てくれる、あの、看護婦さんは言うてくれたよ。なんか、あの、俺が全身麻酔の時にチンチン見ちゃいましたみたいなこと言われたで。うわやっぱり俺の思ってた通りやと思ったもん。絶対見られてるわと思ってて。地獄やな。相原のチンチンは地獄。私が管をこう通したんですって言われて。いやだー。カブトムシの幼虫みたいなやな、お前。ご立派にって言われた。ご立派やね。たまったもんやないわ。ご立派でって言われ何を言うとね、レバーみたいな。コックピットのレバーみたいな。いいですか次行って、はい。ラジオネーム、エイジアットマーク連絡人さん、28歳の方です、はい。社長の命令で、猫アレルギーなのに猫を預からされている。うわぁ、辛いなぁ。ちなみに今で1週間、泣きながら猫じゃらしを触っています。所詮会社員なんてそんなもん。なるほど、ね。1週間も預からなあかんの猫。これ言うたらダメなんですかね、猫。やっぱ俺らが思ってる以上にね、会社っていうで上司はね。そら社長には言えんでしょうに。ああ、もう。まあね、社長の命令やったらね。うん、しょうがないよな。さあ、ラジオネームフランスパンさんですね、うん、食品会社に勤めていた頃、うん、社長の息子が新入社員として私の営業部に配属されてきました、うん、私は得意先を1から順に教え、何やろこれ、1から順に教え、もちろん営業のイロハを教育して2年過ぎた頃、社長の息子は部長に、うん、そして1年後に常務に、途端に今まで私にさん付けで呼んでいたのが君付けに変わり、自分の周囲は皆若手ばかり登用して、煙たい私は配置替えされましたと。そして、退社しましたと。バカ息子の会社はその後倒産しました。ざまあみろ的な。まあ吉本興業もね、ジュニアが入ってきた時にみんなどう接していいか微妙でしたもんね。もう今はね、もうすごいもう今もう、課長さん、部長さん、課長とかそんなのね、部長、もっと部長が入ってるやん。まだ取締役にはなってないでしょ。なったんじゃん。なったんかな。なってんのかな、俺知らんけど。まだちゃうかな。すごいよね、みんな微妙な感じ。確かにね、難しいですよね。いずれは社長になる人やから間違いなくなりますから。あ、そうなの。間違われたら怖いよね。でこちらラジオネームかなみさん、15歳の方です、うん、私はお笑いが大好きなのですが、うん、山形県に住んでいるので関西のお笑い番組が見れません。メッセンジャーが出てる番組も見たくても見れません、うん、やっぱり東北は不利なんだと諦めました。でも今日生でお二人が見れてすごく嬉しいです。今日来ていただいてる、山形から来られたんですか。山形は行ったことない。中が行きましたけどね。え、山形ってせやけど映ってるんちゃうか。なんぼでなんぼ映ってるんだよ。さくらんぼテレビかなんか。西の方は割と映ってるけど、東になると途端に行かなくなるもんね。まあでも今ね、お笑い番組全国ネットで多いですけど、ね。そうか。まあそれでも関西ほどはね、やっぱりないでしょうしね。関西もでもどうなんやな、あんまり少ない。情報番組ばっかりじゃないですか。もう出てらっしゃるから、もうその時点でやっぱりね。なるほど。ラジオネーム、マホヤンさんですね。うん、私は30歳、うん、20歳年上の奥さんありの彼と、10年付き合っていますと。ほう。うん。奥さんよりも20歳若くて、彼も満足させているつもりですが、離婚の気配なしですと。男の人って誰も一緒ですよね。やはり私のような立場はこんな扱いしかされないのかと思っています。だからそれは奥さんありきやからこの人と付き合ったかもしれんからな。うん、あ、でもそうかも。な、そういうのあるよ。もう土壌がちょっと違うんですよ ね。もっとあやはらコメントでいいや、それ。いや本当に、まあ僕はあんまり良くないと思いますけどね。はい、通り一辺倒の答えですいませんじゃあ次。なんかちゃうよな。ちょっとあの僕もバランス、人間的なものを見せといた方がいいのかなっていう。なんか勢いないよな、もっとな、はい、もっとあかんのやったらあかん、いいならいいって言うたじゃあさ、言うよ、うん、いいんじゃねえか。いいと思うよ。
自分が良ければ、うん、以上です編集長誰が編集長以上です。さあ次です。ラジオネーム私もお嫁さんさんからいただきました、はい、友人の姑さんが入院し、私も子供を可愛がってもらっていたのでお見舞いに行きました。なるほど。友人は仕事もしているし、子供も、なんだこれは9歳かな、うん、小さめ、あ、小さいのにだ、ごめんなさい、うん、子供も小さいのに毎日病院に行き、家に残ったおじいちゃんの世話も本当に頑張っていたんです、はいはいはい、ところが姑さんの口から出るのは、隣の市に住んでいるのに半月に1回しか来ない実の娘さんのことばかり、うん、どんなに一生懸命してもやっぱり嫁は嫁、ちょっと寂しいです。うーん、そういうところが気分があるな。そうかもしれんな、これ。そうよ、本当に。まあ、嫁は嫁やけど、うん、まあ今藤山甘美先生のね、うん、人情物語の DVD を見たらね、ほうほうほう、やっぱり我が子よりも、うん、その来た嫁に対したらちょっと気配りはしたった方が、そらそれができたら一番いいんですよ。でもできないんですよね。できないかな、うん、はい、本当に。そういう面で言うたらうちの母親なんかそういうとこは偉いなと思うんで、見てたら。あ、じゃあお嫁さんと、うん、ものすごいこう仲良くしてるし、まか、うん、立てるし、まか、うん、お小遣いも持てるし。あ、そう、やっぱおもらいさんやからやっぱり頭下げるしかないみたいな。うん、でもな、例えばさ、そんなに言うてもな、自分の好みはあるみたいにね。うん、そらそうや、ま、そらそうでしょ、ね、そらそうです。だって可愛い息子の相手ですもん。うん、なんか好みあるみたいで、うん、全部が全部ええわけじゃないのよ。例えば、うん、だからもうそれはうちだってそうだと思いますよ。お姉ちゃんの旦那さんと、うん、まあ、言ったら妹ね、僕の嫁さんの旦那さんは僕じゃないですよ。お前や、義理の兄さんになるわけか。そうそう、お父さんから見たらどっちが可愛いとかも絶対あると思います。あ、あんねや。それ僕なんか多分やりにくいと思います。なんで、そんな性格やから。そんな性格やから。可愛くないもんね。可愛くないから、ね、お前に大体可愛げがないわ。自分でちょっとよく分かりますね、うん、俺ってあんまり可愛げないな。可愛げないねんって、お前は。でもお前は可愛げないの。俺ってええやつやろって思うねん。いや、ええねん、ええやつとかええねん。可愛げを持てんも。可愛げはあまりない。可愛げないねん。その人に出すというのが、それが全てや、可愛げが。でもええやつで、ええやつとかどうでもええねん。可愛げ、可愛げとか、人間は可愛げ、深い愛があるなとか。人間は可愛げ。さあ次行きましょうか。男はハートやつです。可愛げ。でもええやつやとかさ。僕は化粧品の営業の仕事をしていますと、うん、なかなかノルマが達成できなかったので、イケメンの後輩が担当していて、うん、とても売り上げの上がっているエリアにこっそり担当を代わってもらいました。ああ、途端に成績が落ちました。定期的に買ってくれたお客さんが解約してきたり、中には元の担当に戻してくれない、あ、なければ一生買いませんなどという始末。元の担当に変わったとはまた売り上げが良くなりました、うん、俺かて一生懸命やってんねん。なんや、男は顔だけか。ちなみに僕は小籔さんにそっくりと言う。ああ、小籔な、うん、個性的な顔ではありますよね。だから言うたらね、うん、美容師さん、僕も知り合いおるけど、はい、やっぱりね、面接とかするんですって、大きい美容室やから、はいはいはい、ほんなら、ま、腕は後からなんとでもなると、うん、ただやっぱりもう女性目当て、目的で花や、花か、確かにね。それあるやろ、六さんもない。まあまあ、やっぱり、いや、そらね、自分を5割も6割もよく見えるように切ってくれる美容師さんを求めていきますよ。だから20代ぐらいの男性の場合は特に花じゃないの。やっぱ30になってきて、やっぱ実績積んで、少々不細工でもなんか渋めのおっさんになったり勝利やんか。うん、やっぱ20代ぐらいはやっぱり顔やな。いや、多分そうやと思う。またうまそうに見えるのかな、花がある人は。でも相性やろ、うまい下手なんか。と思うんですよ。合うは悪い。俺に合う。でも六者さんには合わんとかあるかもしれんしな。そりゃそうですね。バラにあっても俺には合わんとか、まあ、俺なんかほとんど坊主の伸びかけみたいな、誰が来てもしれんけどな。さあ、それではラスト1枚です。お前の嫁さんって前からよう思ったけど、うん、短い髪の毛好きやな。お前んとこで散髪したい人見たら、うん、みんなめっちゃ短なってんねんけど、それはね、うん、ハゲ隠しに来る人が多いからです。あ、なんかね、それって好み出ると思うんだよ。俺女の人の美容師したんで、あ、まあそりゃそうです、ね、自分がかっこええと思うのがロン毛やったら多分ロングにする。いや、ロン毛でもでいいと思うんですけど、嫁の来る人はね、ハゲをね隠したいっていう人が来るんですよ。あ、ハゲ隠すのにはなんか長くするより短くした方が目立てへんねんって。あ、でも確かに美容師さんはそうかもしれない。私がいつも言ってる美容師さんも、うん、自分の彼女やったらこんな髪型の女の子連れて歩きたいなって思う髪型をいつもイメージして、その女の子のお客さん着るって言ってた。いつもいつも、うん、みんな同じ髪型になるやん、それやったな。で、それを
その人に似合った髪型を見つける、いつもいつも、うん、って言ってましたよ。うまいこと言うとるな、うん、騙されてんちゃうんかい。いやいや、こちらはですね、ラジオネームアイスココアさんです、うん、近所の家の人が家を改装しているのですが、うん、最初工事を請け負った会社の人が手ぶらで挨拶に来ました、うん、その時は近所中の人が埃で迷惑や、うん、とか、うるさくても窓が開けられないとか、礼儀知らずの人だと散々文句を言っていました、はい、それが奥さんが3000円ほどのビールのセットをみんなに配ったところ、きっちりした人や上品な礼儀正しい人やに変わっていました。世の中ってそんなもんやな。そんなもんやねですよ。そんなもんやな、ほんまに。だってな、物ね、ポンってもらわ、あの渡されたらね、やっぱりもうしゃあないもん、僕言われよなってます。だからね、俺ずるいも何もないね。やっぱり人ん家訪ねていくとか絶対にね、お土産とか持っていくんですよ。だって喜ばへん人おらへんもん。まあね、うん、ね、悪い気は絶対に、ね、2年も3年も言うたら毎日毎日うち来てて何一つ手土産持ってけへんです。やっぱり人間疑われますよ、そんなことは。ラなねえ、清水さん気をつけましょうよ、やっぱし。さあ、やることやってね、うん、今日の5000円はどうしましょうか。どれにしようかな。どれがいい、読者さん決めて。私はこの、あの予約、じいちゃんか、はい、待たされたおじいちゃん一番シンプルな、はい、はい、では、ラジオネーム君塚のじいちゃんに、現金5000円を差し上げます。今日のテーマは世の中そんなもんやと諦めたこと。たくさんありがとうございました。それゆけメッセンジャー1179毎日放送がナンバパークスから幸せ届けます。さあ、それゆけメッセンジャー、今日の5000円当選者の発表です。はい、神戸市須磨区にお住まいの久保田美恵さん、高槻市にお住まいのラジオネームいつの間にか60歳になってしまったおばさんさん60歳がいつの間にかですか。そんなことだよ、年齢刻んでると思いますねそして、草津市にお住まいの遠藤節子さん、3人の方です。おめでとうございます。そして先週のプレゼント当選者の発表です、はい、先週のプレゼントは沖縄ブルーシールのアイスクリームセットでした、はい、大阪市住之江区にお住まいの酒井京子さん、芦屋市にお住まいの吉川恵子さん、吹田市にお住まいのラジオネームプップルさん、3人の方です、うん、おめでとうございま す。さあ、そして今週のおはがきプレゼントです。来週の金曜日までにいただいたおはがきの中から抽選で3人の方に四万十川さんの瓶長炭炭火焼きうなぎをプレゼントします、うなぎってなかなか今まだ高くなってるでしょ。高くなってますよね。取れなくなってるんですって、うなぎの稚魚が養殖できなくなってきてるらしいよ、うん。暑い日が続いておりますが、皆さん夏バテなどしていらっしゃいませんか、うん、そこでですね、今日は強い味方です。うなぎのかば焼き、そして白焼きをセットにしてお届けします、うん、脳の若さを保つドコサヘキサ塩酸やタンパク質、脂肪、ビタミン A、B1、B2、D、E、また血行を良くするエイコサペンタ塩酸やカルシウムも豊富です。すごいね。最強です。だから夏バテにはほんま最強です。いいんでしょうね。赤ひげ薬局の薬飲んでこれ飲んだらもう最強。いやもう完璧ですよ。ですよ、もうそら寝れねえ冷たいお水をかぶらなかったら寝れねえ、はい。ご応募の際は商品名うなぎと、そして必ずご住所、お名前、連絡先、電話番号を書いて、番組に対するご意見ご感想も書き添えの上お便りください、はい、プレゼントご応募には合言葉が必要です。今日の合言葉は、はいはい、救急車。救急車、はい、救急車と必ず書いてください。宛先です。郵便番号 530-8304 毎日放送ラジオそれゆけメッセンジャーお便り係まで、たくさんのお便りお待ちしておりま す。さあ、東京落ち武者物語は、はい、落ち武者んちゅですね、うん、はい、今週ね、私今週っていうかね、もう一人暮らしして初めてついにね、うん、ゴキブリが出てしまったんですよ。ああ、マンションに一匹出たら千匹ぐらいおるぞ。それはいないでしょうよ。隣からポッと入ってきたんですよ、やっぱり。下は何やってるとこ？うん、雑貨屋さん。あら、おかしいな。下が大体ね、あの食べ物屋さんやったらようあるけどな。ところがね、最高は中華料理屋さんです。ああ、大阪のマンションはね、下がね、あの、食べ物屋さんやって5階でいなかったんですよ。もう今回食べ物屋さん一切入ってないのに、まあ、パソコン売ってたらピピピピピって動いてる。どれぐらいの大きさ？いや、ほんまに親指。うわー、茶羽で、茶羽で。成虫。茶羽で。もう固まって動けなくなって。でね、もう臭も何もなかったんですよ。今まで出たことなかったから。手で行ったか？いやいやいや、もう動けなくて。いや、素足か。素足顔。いかんけど、それで、なんかほら、ゴキブリって冬出ないじゃないですか。だからとりあえず部屋を寒くしたら、どっか出ていくかなと思って。クーラーつけだ、もう触だってこっち向かって飛んでくるでしょ、うん、やつら、そうね、だから、うん、もうクーラーつけて
電気つけて、でも現実逃避しようと思ってビールずっと飲んで、で、まあ、ビール飲むからちょっと眠くなってうとうとするんやけど、夢見たらめっちゃゴキブリの夢見るんですよ。あ、そんな怖かったんや。もうすごい辛くて。まあ、俺ゴキブリに化身した誰かかもしれんし。誰知らんけど。それで、まあ、次の日ね、あの、ホウサン団子って言うんですか。はいはい。一番聞くらしい。その日は見逃したんや。いや、だってもう、いや、だってもう、どっか行ったんですもん、そのまま。なあ、一声なあ、電話かけてくれた、俺らに。東京まで来てくれました？それはもう行くかな、お前。それで。椅子はあるけどね。いや、でもね、ご飯も炊いてる。一匹いたってのはもうね、食器とか全部気持ち悪くて、洗いまくった。でも知らんうちに多分、ちょろちょろいてたんやろな。名前つけて語ったらええねん、それやったら。もう、なんしゃあないよ、木村。あかんわ、ゴキブリ。なるほど。わかりました。さあ、はがきの方一枚いきたいと思います。はい。ラジオネームはレモンティーさん。うん。夕方スーパーで小さい子供を連れた二人組の若いママ同士の会話を聞いてびっくりしました。今晩の飯、何作るの？うちのおっさん魚食わへんねん。めっちゃうざいで。ラーメンでも食わしとけや。お前そんなん買わへんの。じゃあ返してこい。最近女の子は男言葉になってませんか？気になりますと。いやいやね。ちょっと、これ。僕はどっちかというと言うてるあの内容は下品でも言葉遣いは汚いの嫌いなんですよ。あ、なんかわかるね。やっぱりちゃんとね、言葉はちゃんと。ね、なんかね。むちゃくちゃ綺麗じゃなくてもいいけど、ね。あのね、直線的な言葉で喋るってあんまり頭良くなさそうな気しますよ。ひねってひねって喋ることに言葉遊びの面白さがあるから。直で言うとやっぱ良くないですね。だからね。あの、スーパー行ってもほんまに子供ちっちゃい女の子がそれ真似してよう似た言葉言うてるもんな。あれでもそんなものすごい上品なお母さんやのに子供さんが俺のチンチン舐めてって言ってくるのはなんでやろお前そんな会話エンディング前に言うのちょっとちっちゃい小学校1年生みたいなそういう学生みたいに言うのおっちゃんって言うておっちゃんはおかしいやろほんおかしい、ね、俺のチンチンなってすぐまにねいろいろあるところがあってあのあとねあの花粉がね稲花粉が今流行ってるみたいな俺もこのグシグシはそうなのかなあの長梅雨で稲花粉がよく飛んでて、うん、風やと思って風邪薬飲んでもダメみたいなんでそういう方はいる店の病院にぜひとも行っていただきたいなと思います、また来週いただきましょうお相手は牛メッセンジャー黒田とありがとう読者奈々でしたまた来週さよなら